本日はお越しいただきありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます映画酒蔵の娘への脚本を監督をやりました大橋と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当に初めて見ていただくことになると思うので、ここのいるお客さんが本当に一番最初のお客さんになります。まず今日なんですが、今回の映画をちょっときっかけに、秋葉原、この酒蔵の娘は12月に秋葉原でやる秋葉スクリーニングという映画祭で上映されるんですけど、そこと会場が一緒の場所で東京酒フェスっていう、イベントをやるんですね。その中で、その2つのイベントのコラボレーションという形で、今回イベントをやることになったんですが、それをせっかくそういうイベントがやるんであれば、なんか記念の作品を映画を作らないかっていうことをお話を私がいただきまして、それで今回酒蔵の娘という作品を作らせていただきました。それで今回出演していただいた ST48 の方のせっかく出ていただいたんで、映画を作った後に実は記念の日本酒を作ろうということになりまして、今回作ることになりました。その中で今日のイベントというのが大きく2部構成になってまして、その日本酒の記念記者会見を初めにやります。その後に映画の舞台挨拶をやらせていただきます。その後、映画を皆さんに見ていただくという流れになってますので、よろしくお願いいたします。それではですね、まずその第1部という形で日本酒 STU48 の日本酒発売記念記者会見を行いたいと思います。コロナ禍において世界中が大変な危機に陥りました。やっと明るさが見えてきて、お酒業界も苦しい中、お酒の映画に出演し大活躍をなさっている STU48 のお二人のおかげで本日開催することができました。 STU48 のオリジナル日本酒をプロデュースした東京酒フェスティバル2021総合プロデューサーの藤原康弘さんが本日お越しいただいてますので、一言お願いしたいと思います。藤原さん、よろしくお願いいたします。ご紹介いただきました藤原といいます。広島の皆さん、ありがとうございます。東京酒フェスティバルっていうのは秋葉原の UDX で、開催いたします。大橋君が主催している秋葉スクリーニング映画祭と一緒に、開催します。でなんとここでですね、こちらの酒蔵の娘の、主演の方々と、何かできればということで、STU48 の皆さんがですね、ライブをしに、来ていただけるということになりましたので、12月の16日から19日の4日間ですが、 STU48 さんは、16日と17日、参加いただきます。皆さん、そんな東京で開催ですが、お酒をですね、101蔵のお酒、全部試飲できるようにしたり、こちら の三宅さんの美味しいお酒もたくさんご用意しますので、ぜひお越しいただければと思います。すいません、今日はよろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。続きまして、同じく東京酒フェスティバル実行委員会実行委員長の辻直行様より一言お願いします。辻さん、お願いします。皆さんこんばんは。東京酒フェスティバルの実行委員会の委員長を務めさせていただいております辻と申します。今日は東京から、新幹線でこうやってきました。でぜひ12月の16日から19日に東京酒フェスティバルが秋葉原の UDX であるということを覚えて帰っていただきたいなと。で当然16、17で、今日出演の方々 STU のメンバー
皆さんいらっしゃいますので、もうぜひぜひ応援に来ていただければなと考えております。で、あの東京酒フェスティバルっていうのはですね、去年の夏から、今回2回目になります。で、我々は日本のお酒は、まあ、日本のこういう、ゲームですとか、まあ、そういうサブカルチャーですとか、そういうものと一緒で日本の誇りだなと私たち考えまして、この日本の誇りを世界に売りにしたいと、そのために、秋葉原の UDX を使ってですね、大々的にこうイベントをやろうということでやっております。ぜひあの今年は恐竜ですとかいろんなものがこう来ますので、本当にあの楽しいイベントになると思いますので、お越しいただけたら大変光栄でございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きましてですね、あのこちらに並んでいるお酒を、作っていただいた、地元広島のですね、あの千福三宅本店さんの三宅取締役より一言お願いしたいと思います。三宅さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。株式会社三宅本店でございます。まあ、弊社は広島県呉市にある酒蔵でございまして、まあ、今回コロナ禍でアルコール業界が大変厳しい状況にはなりましたが、このような素晴らしい STU さんとのコラボの商品が発売できることを何よりも嬉しく感じております。そしてこのお酒はですね、彼女たちがいかに美味しく飲んでいただけるかということを思って、そのようなお酒を詰めておりますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。はい、三宅さんありがとうございます。続きましてですね、今日は酒蔵の娘でダブル主演していただいた今村さんと石田さんは会場に来ているのですが、ここに他の谷口真比奈さん、中村舞さん、郷土葵さん、矢野ほのかさんの4名がいらっしゃるんですけど、この4名がその先ほど言ってた秋葉原の映画祭の時にライブを一緒にやるメンバーなんですが、その4名の方からVTR でコメントをいただきましたので、そちらをご覧いただきたいと思います。ちょっと会場が暗くなります。ST48 の谷口真比奈です。東京酒フェスティバル2021 ST48 とコラボレーションした日本酒が完成しました。はい、こんな風に自分が印刷された日本酒が目の前にあるのすごくびっくりで、嬉しい気持ちでいっぱいです。はい、このコロナ禍でお酒の業界の方たちもすごい大変だったと思います。今回この日本酒を発売するにあたって、そんな方たちにもお役に立てたらなと思います。11月27日に E プラスお酒で先行予約が開始されます。しかも限定150本ということなので、皆さんぜひチェックしてみてください。皆さんこんにちは、 STU48 の中村舞です。東京酒フェスティバル2021 STU48 コラボレーション日本酒、 STU48 私たち6人のカラフルなデザインの日本酒が出来上がりました。11月27日に E プラスお酒で先行予約が始まります。皆さんもぜひ飲んで感想を教えてください。STU48 の郷土葵です。東京酒フェスティバル2021 STU48 コラボレーション日本酒のラベルが完成しました。こんな感じです。はい、きっと皆さんこのラベルを見て笑顔になってくれることだと思います。私もこの日本酒に合うような手料理とかを日頃から作っていけたらいいなと思います。皆さんぜひお手に取ってください。よろしくお願いします。STU48 の矢野中です。東京酒フェスティバル2021と STU48 がコラボレーションした日本酒が完成しました。はい、このお酒はですね、広島の酒造メーカー
川さんが作った純米吟醸となっております。私は広島県出身なので、この広島で作られたお酒はもうとても嬉しいです。しかもこちらはですね、限定ラベルとなっておりますので、ぜひ皆さん手に取ってみてください。しかもこのお酒は飲みやすいみたいなので、ぜひ皆さん飲んでみてください。お願いします。はい、ありがとうございました。それではですね、もう皆さんお待ちかねの石田みなみさん、今村美月さんに登場していただきたいと思います。お二人お願いします。はい、じゃあ一言ずつご挨拶お願いします。はい、 STU48 今村美月です。よろしくお願いします。はい、 STU48 石田みなみです。よろしくお願いします。はい、あ、いつものあれやんないんですよ。そっちの方が良かったですか。あ、そっちの方がなんか本当は良かったです。あ、本当ですか。すいません。次の映画の時に。そうです、はい、はい、はい、それじゃあですね、とりあえずお酒の記者会見ということなので、そのお酒の説明ちょっと私じゃあまりできないので、三宅本店の三宅さんお願いします。よろしくお願いします。こちらのお酒はですね、はい、瀬戸内海のまず海の色を合わせたボトル、ブルーボトルに、そして瀬戸内海の自然で育ったお米を使用したお酒になります。で、非常に彼女たちがいかに、美味しく感じてもらえるかということを考えて作りましたので、香りがフルーティーで、そして口当たりがすごいまろやかな形にさせていただいております。いいですね、まろやか、飲みやすいのはね、若い女性からもやっぱり確かにですよね。なんか違ったことありましたけど、ね、あ、待っていいですか。いいですか。あ、ありがとうございます。あ、これもこちらです。はい、いやでも初めて見た時は本当にすごく透き通る青でびっくりしました。なんかね、今地球からですね、海っていうのをお聞きして海かってなったんですけど、中が青いんじゃないかっていうぐらい、なんていうか透き通ってて、すごい。そうですね、はい。まあやっぱりこのブルーの色を出すのをどうしようかなと思いましてですね、そこは結構苦労しました。周りなんですね。いや嬉しい。あ、これなかなか出ないやつ。そうですね、ブルーボトルは、特注になりますので。お、このためだけに。はい、このためのボトル、はい、お酒も考えさせて詰めております。フルーティーってどういう系のフルーティーなんですか。なんか爽やかなのか、ちょっと甘い。そうですね、華やかな香りなので、日本酒用語だと吟醸香って言うんですけど、ふわっとしたちょっとフルーツの香りがしますね。ちょっとね、いいですね。なりますね。で、この時期なんですけど、ぜひ冷やして飲んでいただいたら、いろんな、特に今の時期ですと鍋とかですね、あと飲んでいただくと、もう最高ですね、このボトルとね。最高ですね。いいな。作ってる側も幸せになるような、本当ラベルでしたが、嬉しかったですよ。パートのおばちゃんたちも喜んでました。かわいいねとか。嬉しい。子供たち、本当に二十歳なのとか言われて。そうなんです。それはそうですよ。今回のメンバーで、ね、6人作っていただいたんですけど、はい、みんな20歳以上のメンバーになっておりましてね、でもこんなね、まさかお酒のラベルに自分がなるとは思ってなかったですよね。すごい、私たちのね、特有の爽やかな感じも自分で言いますか。すいません、出せてるんじゃないかなって、ありがたいなっていうの、おかげさまで、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんご購入お願いいたします。そうですね、これ限定ですからね。
くなっちゃった150本、150本なくなっちゃったらないんですもん。ああ、もうなくなっちゃった。追加はないんですね。しかもこのラベルのために中身のお酒も、うん、あの作られているので、うん、本当に この今回これを買わないと飲めない味だし、うん、ラベルだしっていうのが。そうですね、あの今回ちょっと私もあの撮影で、ね、一緒にあの酒蔵を行かせていただいたんですけど、はい、本当にお米をから作るの本当に大変なんだなっていう、1本本当に作るのがすごい皆さん苦労なさってて、うん、本当に大変だなっていうのを初めて見させていただいたんですよ。そう、私あの映画の撮影期間中に学んだっていうか知識を得たんですけど、醸造酒、醸造酒ってあのなんて言ったらいいの、後に響かないしすごくスッと体に入ってくるというか爽やかっていう、なんて言ったらいいのかな、私もあの日本酒醸造酒を初めて飲んで感動したんですよ。そうだからあのお酒苦手な方とかでも飲みやすいなんろうなと思います。はい、なのでお酒苦手な、ね、方も多分いらっしゃるとは思うんですけれどもね。飲み終わってもね、そう始めます。後に行かないのはやっぱり次の日とかやっぱお仕事あったりとかする中でも、うん、こうやって今日はちょっと推しメンのお酒を飲んで推しメンを見ながらちょっといい夜過ごそうかなっていう時にもいいと思いますし、確かにぜひあの限定なのでよろしくお願いします。それではですね、先ほど多分なんかちょっと聞こえてきたんで練習してたと思うんですけど、鏡開きという、はい、あのものをちょっとやらさせていただきたいと思います。はい、でまずですね、鏡開きをするしてる風の写真を記念写真じゃなくてですね、あのマスコミあの向けのちょっと写真を先にちょっと撮らせていただくので、ちょっと皆さんはあの申し訳ないんですが、ちょっと写真は撮れないんですが、あの楽しそうに見ておいてください。じゃあ内田さん、これ一応言った方がいい。じゃあ一回ちょっとこれ後で皆さんやりますんで、あのメンバーだけでやりますか。じゃあ、はい、いきますよ。それではいきます。じゃあ3回よいしょよいしょよいしょ、開きました。大丈夫ですか、写真は。はい、 OK ですか。はい、ありがとうございます。それではこのあの本当のこのあの日本酒の記念と、まあ、映画のこうあの成功を祈願して、こう皆さんで一応ちょっと一緒にやっていただきたいと思います。それではいきます。もう声出してね、次は、はいはい、あの やりますね、はいはい、で一応よいしょよいしょよいしょで開きましたってこう開いたら、開きましたってこう景気よく言えってさっき言われたんで、あのそんな感じで、はいはい、いきますよ。はい、よいしょよいしょよいしょ、開いてない。あ、もっと強くやっていいらしいです。はいはい、じゃあ今度開きましたって言わせてください。はい、頑張ります。いきますよ、はい、いいですね、なんかこう元気が出るような感じでね。はい、それではあのこれであのとりあえず日本酒の発売記念記者会見はあの一旦終わりになりますので、今度ちょっとセッティングが変わるんで、はい、一回あの二人が一回はけるんですけど、ちょっと一言この日本酒についてちょっと一言、はい、締めていただけたらと思います。
はい、そうですね、本当にこの映画の撮影を通してその日本酒の美味しさとか醸造酒の素晴らしさを実感しましたので、うん、皆さんにもぜひね、もう初めての方には絶対飲みやすい日本酒だと思いますし、しかもこの限定品ということもあり、ここでしか飲めない味なので、皆さんぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いします。ラベルということで、味も今回限りなんですけど、この木箱に直接プリントがされていたり、中もあの青いボトルになっているので、STU らしさもあるし、そしてあの飲みやすいお酒なので、ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それではあの一旦あの開けますんで、とりあえずあのまず拍手で。お聞きください。